呂国とは、渓谷の幅と比較してさらに深い谷のことである。谷の断面は、V 字型を成す両岸が険しい崖になっていて、谷底平野を持たない。V 字国とも、グランドキャニオンオブザイエローストーン地形輪廻の、草年期地形や、河川の上流などの下国作用の強いところに見られる。侵食が活発なため土砂流出も激しい。侵食によって生産される土砂は、中流域や、 下流域に堆積し、洗浄地が形成される。日本においては、黒部川の黒部峡谷、天竜川の天竜峡、熊野川のトル八丁などが有名である。峡谷は、川の名前や地名をとって、海と呼ばれて、継承地とされていることが多い。大規模なものは、キャニオンと呼ばれる。アメリカ合衆国のグランドキャニオンなどが有名である。とりわけ、日本においては、河川が、 急流のため過酷の侵食が激しいことから、岩が様々な造形をかたどっていることが多く、それらが密集する峡谷を買いなどと呼んで、風光明媚な景勝地として地元に根付くことが多い。近年は、ハイキングなどのコースとして遊歩道が整備されている。また、手付け数の自然が残る場所は、エコツーリズムや本格的なトレッキングのメッカとして人気を集めている。一方で、 こういった峡谷の地形はダムを建設しやすい。そのために何度もダム建設の対象となっていて、過去にいくつもの継承地が姿を消している。現在も住民が反対運動を行っている場所が多く、ダム実行派と反対派による争いが起こっている。登山用語では、切り立った岩壁に挟まれた峡谷は、ゴルジュと呼ばれる。フランス語で、喉という意味。日本国内で、海。 峡谷と名乗る、主な峡谷を取り上げる。小安京養老渓谷国黒部峡谷泥八丁、立区江峡大ボケなお、谷底が浅く、河川が急流で、蛇行が激しいものは、渓谷、渓流といい、渓とついているものが多い。ありがとうございます。